八木沢、宮古丹大駅は岩手県宮古市にある三陸鉄道リアス線の駅である。駅の愛称は八木沢側のせせらぎ。2017年12月の認可時点での歌唱は八木沢駅。2019年3月23日の東日本旅客鉄道山田線宮古駅、釜石駅間の三陸鉄道への経営管と同時に開業した。この駅は 日本国有鉄道の時代から地元が要望してきたものであった。東日本大震災に際して東駅周辺の地域は津波の被害を免れたことから被災者の移住があって人口が増加していた。自動車がなくても市内を移動できるように公共交通で市内を結ぶ構想を描いていた地元の宮古市の決断もあり駅が新設されることになった。宮古市では 駅の利用客数を1日あたり152人と見込んでいる。新駅整備にあたっては、幹線鉄道等活性化事業費補助を活用し、第3セクターである三陸鉄道を主体として、国及び、地方公共団体の補助金を財源として事業が進められた。2019年度の年間乗車人員は9750人である。これより、1日の平均乗車人員は、 約26人と算出できる。ありがとうございます。